はいどうも皆さんこんにちは、三賢者のしんぺいです。今日も言霊やっていきましょうということで、今回はですね、心早急に独眼孔明で、挑んで勝ってきました。一応ですね、本編の動画はですね、生放送で僕が初勝利、もう1回目の勝利した動画になってますので、かなり戦い方もぐだってたりとか、テンポが悪かったりはするんですけども、まあ一応独眼孔明でも勝てたよということで、皆さんにお届けできたらなと思います。試行錯誤とかね、デッキの最高とかしてないので、まあ皆さんは このデッキを参考に、まあ自分が持っている手持ちだったりとか、より良いデッキの形に変えていただいたら、まあより戦いやすくはなるのかなと思います。サージカレンがね、当たらなかった人も、まあこんなパーティーでも勝てるよっていうところで、理解いただけたらなと思います。では本編参りましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。どうぞ。よいしょ。なんかマルチとかだったらなんか割とサクサクといけそうな気がするんだけど、これはこれで時間かかりそう。なるほど。すげえ地味だけど、できなくはなさそうな気がするな。アルパン引き直したいな。よし。うわ、足んねえか、マジ？マジ硬いね。きらめけ、ブラッディクロス。はもう私の術中だ。はうわ、これマジ足んない。いや、マジか、マジか、そんなことある。
これそろそろあれだろう、戻ってくるだろう、シールド。いやこの食料は全部私のものよ。味方してくれよ。まあ汚染ないからな、耐久はできるんだけど。耐久はできるんだけどもって感じだな。これでいい感じに削れんじゃないか。さすがに大乗りとじゃ右やんないだろう。そうだな。とりあえずサージカレン。いや本当にね、5文字ワード決めないとマジで削れん。それは本当そうだと思う。この局面は見えてた。よし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 。格闘家とか決めたいんだけどな。いやシールド割れる、かつ5文字意識だな。外在成果いやマジか。まあ、今の祭りは引いてもいいんじゃないですか。きらめけブラッディクロス。我が術に苦しむといい。じゃあ撃て。我が一。まあ基本的に祭りは引いていいと思いますよ。星5の確率がアップしてるので。いやーきついな。いやマジか。ことごとく引きたいキャラが引けん。いやマジか。結果オーライではあるが、
再三精度、再三精度、三精度。じゃあ撃て、我が雷鳴。あーでもありだな、そのそれはあれ、うんうんはあれか、校長か。区画整理とかもできんのかこれ。全部私のものよ。剣は神の瞳をそらさないで。耐えろ、耐えてくれ、耐えてくれ。うい。そう。体感。五右衛門作詞、ウカープマミさん。あーでもそれでいけんだ。搾取、搾取か。スパシルが入ってなきゃいけないのか。滅びの祝いと聞くがいい。じゃあ撃て、我が雷鳴。エンチャントお願い。足んねえ、ギリ足んねえ。危ねえ。いやほんと、あ、おおおおおおお、マジか。あーギリ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 だー。いやー、なんとか勝つことはできましたね。